新岩月郵便局は、埼玉県埼玉市岩月区長宮にある、一般客向け窓口、ATM を持たない、タイプの郵便局である。住所、郵便番号339-9799埼玉県、埼玉市岩月区長宮1372-1、郵便番号の上2桁が、33.34の、地域を受け持つ、地域区分局。 悠々窓口を含め、一切の窓口業務を行わない。j p ク x プレスのペリー管便を吸収、統合した申請、u パック専門の仕分け拠点として、統合が実施された2010年7月1日に、埼玉県春日部市の j p ク x プレス、埼玉ターミナル支店を事実上承継し、郵便事業を埼玉ターミナル支店として設置。2011年には、 名称はそのままで、千葉県野田市に移設。同時期に新設された、郵便事業のターミナル支店が、2012年2月までに、全廃されるも投資店のみが存続し、同年5月4日より、埼玉市岩月区に新築移転し、郵便事業新岩月支店に改称。その後、同年10月1日に、 郵便事業株式会社と郵便局株式会社の統合により、日本郵便株式会社が発足したことに伴い、新岩月郵便局となった。埼玉ターミナル支店時代は、埼玉県のうち郵便番号の上2桁が33地域の一部、34地域の一部、36地域の一部の U パックの地域区分を担当していた。2012年5月13日からは、 それまで新越谷郵便局で担当していた郵便番号上2桁が33.34地域の U パックの地域区分を遺憾。加えて8月5日からはそれまで33.34地域の自主店で行われていた機械集中処理と岩月、かすか地域の収集と大口郵便物の引き受けを担当している。ありがとうございます。